はい今回は、えー、三浦瑠璃という,いうですね、えー、ま可、あ、愛い,いと、えー、まあま男性とか、えー、からですね <coughs> まあ、あの支持されている、えー、まあ、えー、まあチアホヤされている持っ、えー、てはやされている、えー、この政治学者、えー、ですねこの女性問題について様々ざ語るこの人間ですがこの人間ですねある裏の側面を持っているということについて考えていきたいと思います、えー、まあ、いろんなことがまあ、<coughs> 言われるんですがまあ、一番気になるのはね。 やはりあのまあ、日本において、えー、まあ、今問題とされている、えー、まあ、外国のために、えー、あの動いているというまあ、売国度の疑惑があるんですが、僕はこの人はあの売国度の疑いが非常に高いと思うんで、まあ、そのことをちょっとあの考えていきます。あとですね、あの <laughs> リスナー様が、えー、まあ、疑問に持たれるのかなってま思う、えー、まあ、憶測なんで、ちょっとま間違ってたらえー、まあ、すいませんということで、結構またねあのまあ、難しい問題にあの。 突っ込んでいきますけどそんなにあの難しいことを言いませんので、えー、まあ最後まで聞いていただければと思いまますこのあの、まあ三浦瑠璃っていう人はね、えー、まあメディアによく登場してね、えー、まあ女性問題とかについて語るんで、えー、まあ言葉がえ悪いんですが、えー、まあどうですかね8割方あるいは9割方ぐらいかな、えー、ま,まとまなことを言ったりするんですが。 肝心の1割のところにおか,おかしなことであったり、えーまあ、本当に理解不能なことをまあ言うんですね、えーまあ、そういう、まあ、人間である、えー、可能性が高いと。で、えー、このインターネットのです、ねえーまあ、検索とか、あとはまあいろんなものにです、ね、人々が関心を持つ1個のテーマにです、ね、この三浦瑠璃っていう人は、 中国人なのかっていうことを調べるんですよこれっていうのが、えーまあ、行く末っていうかこの後に話につながっていく、えーまあ、売国度疑惑に、えーまあ、なるんですけれどもまずあの <coughs> 中国人なのか、まあ、どうかっていうことを調べてみると、えーまあ、話した感じねテレビの、まあえーまあ、メディアの感じからなまあ、るんですよね中国語のなまあ、りを発するんで。 まあもしかしたらこの三浦瑠璃っていう人は中国人なのかな、まあ、どうかなと思うんですが、えー、それをえー調べていくとですね、実は中国人ではないと、えー、ではないということです。このお父さんがですね、えー、有名人っていうことがわかっていて、 浜村義久っていう、えー、防衛大学の教授っていうことなんですよね、でこの、あのあ、ー、防衛大学の教授っていうのはこれ日本人しかなれないっていうことなんで、えー、おそらく日本人である、えー、可能性は高いですね、国籍が、えーまあ、日本と、えー、いう可能性が高いと、えー、いうことは分かります、まあ、もしかしたら、えー、丸1外国人なのかもしれないんですが、えーまあ、それは分からないということです。 ちょっと違った力から、えー、変な方向に行ったんじゃないか、売国度的な方向に、まあ、行ったんじゃないかと、まあ、思うんで。 中国人なのかな、まあ、どうかなというのは、おそらくまあ日本人であり、まあ、日本国籍を持っていると思います。しかし、日本人であり、日本国籍を持っていてもです、ね、日本のためにならないようなことだったり、外国の利益に働くようなことを言ったりやったりっていう、そういうような、まあ、いわゆる売国度ですね。でこれはまあ他の人も思ってらっしゃるかもしれないんですけど、2つぐらいありまして、まず1つがまあ簡単と言ったら失礼ですが、 もう一つがまあ難しいんですが、まずまあ簡単というか、えー、の方からかかか考えていきたいと思いますが、簡単というのも失礼ですが、分かりやすいような、えー、ところからいきたいと思うんですが、えー、まあこの三浦瑠璃が、ですね、売国度であると、えー、まあほぼこれは分かったなっていう、あまあ、これだなっていうことをちょっと考えていきます。先ほど僕あの、リスナー様にお伝えしましたが、あのまあ、皆さんも思ってるかもしれないんですが、 非常に要注意ですあのこういった人間たちっていうのは当たり前ですが全部がでたルめなわけではないんでね、ね、えー、8割、あるいは9割、かなまとまなことを言います、えー、9割のまとまなことを言って人を寄せつけます、そして、えー、この肝心な場面ですね、1割、ここに、えー、嘘であったり、えー、意味のわからないことであったり、えー、売国度であったり、そういう話をあのぶっこんでくるんですね、えー、そういったことが分かっているんで、逆を言うとその1割を、まあ、見抜いたんですよ。 こういうあの手法を使っている可能性が高いんですね、でこのまあ、三浦瑠璃がです、ね、何をおかしいことを言ったのかという話なんですが、一言で言うと、究極のこれ、ば国度ですね、この多分この売国度発言が、先ほどの中国人の話とリンクしたのかもしれないですね。中国人ではないんですよ、まあ、日本人でありながら売国度であるっていう、そういうことね、それはな何かっていうと、こういうことを言ったんですね。 中国人や外資に日本の不動産を買ってもらえばいいっう言ってるんですよ。もう1回行きますね三浦瑠璃は中国人や外資に日本の不動産を買ってもらえばいいっていうことを言ってるんですよ。日本っていうのは現在、中国に土地を買われてですね尖閣諸島とかもう中国人、外国人に入り込まれてるわけですよ。かななりりのところ,ところ入り込まれててるっていう問題なんですが えーまあ、そういうことを、まあ、意図してか何だか知りませんがそういうことを言いました、そしてですね例えばこういったことから、えー、騙されてしまうんですが、えー、当然ですが、えー、裏の本心をか隠しているんでね、えーまあ、その三浦瑠璃は、えー、どういうことを言うのかというと、まあ、表向きというかあの大義名分を語るわけですよ、まあ、た大義名分というか、えーまあ、なんていうのかな、まあそのまあ、大義名分ですねこう表向きの理由を言うんですよ。そんな、ね、あの <laughs> 間違っても あの日本の土地を、ねえーま、中国人とか外資に買ってもらって、なんとか、えー、外国外資にお金を流したいんだ、そのことは口が裂けても言わないんで、ただ、えー、本心というか裏,裏側にはその可能性があるんですが、えー、例えばね、三浦瑠、えー、リの発言としてはね、ま、例えばその中国人とか、ま、外資に日本の不動産を買ってもらえばいいっていうのは、日本の経済のためであるとかね、えー、言ってみたり、えー、外国とか外国人との交流のためであると言ってみたり、パッとその言葉を聞くとね、 あそうなのかなって思うかもしれない,、ね、ないんですが表面的にこの耳障りのいい言葉を、えー、言うんですが、えー、大きな問題があります日本の土地建物を外国外国人に言ったらもう取り戻せませんほとんど取り戻せないと、えー、考えたほ、えー、まが、あえー、正しいと思います 日本の土地建物を外国あるいは外国人に売り払うことによって取り戻せなくなりますそして日本にどんどん外国人が入ってきます移民が入ってきます外資そういったものが入ってきます日本の中から日本人がどん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 肩身が狭くなってしまって活躍できなくなってしまいますこういったことを総合的に考えてですね三浦瑠麗は売国度であると確信しました今のの日本っていうのは えー、もういろんな人間がおりますが日本の政治の中枢にです、ね、売国道あるいは売国政治家がです、ねえー、がっつり入ってしまっているのでもうこうどうにもならないんですね。 で、まあ、あのこの売国奴のことに解釈について考えると、ですね、まあ、この三浦類の周辺に2人いますね菅、日本のトップである菅と竹中がおります、まあ、成長戦略会議の人間ですが、こういった人間がおります、菅、竹中、三浦、ここら辺全員売国奴ですから、売国奴グループに入ってるんですね、うん、であの日本のそういったものを外国に売り払ってしまうというね。 そういうい、えーまあるる人間であると思いますあとはですね、うん、ここすごく難しいなと思うんで、まあ、もしリスナー様はこれご存知の方がいたら、まあ、すごいなと思うんですが僕はちょっと調べても、えー、深くこれ以上はちょっとは入れないというか分からないなとかって思う話なんですが。 先ほど言った、えー、言葉が悪いですが、三浦瑠麗、えー、竹中平蔵、まあ菅、ここら辺がです、ね、売国土のラインに、えーえー、並びます、えーまあ、言葉が悪いですが、売国土グループという扱いをしますが、えー、こいつら、ですね、えー、日本をあの外国に売り払おうとしているんですが、その裏の根胆が見えないんですが、これ、多分言ってしまったら、相当これはまずいんだろうなって、えーまあ、思う、えー、話なんですよ。ね、あのその肝心ののの部分っていうのを難ししくて隠して隠るんですがこの外側からあの 堀と、まあ、いうか、外側の、まあえー、ところから攻め込んでいくことによってです、ねえー、少しこの、えー、三浦瑠麗、えーの,ねえーまあの思惑といいますか、まあえーまあ、菅と竹中の思惑かなそ、そういったことを、えーまあ、考えてい,くい,くといきたいと思うんですが。 菅と、ねえーまあ、竹中ではなくデイビッド・アトキンソンというまあ外国人がです、ねえー、まあ日本の中小企業を潰そうとして、えー、まあいるということなんですよ、まあ、日本の中小企業潰しなんですよ、表向きの話なんてのは別にどうでもいいんです、そんなことはもう嘘っぱちやということはまあ僕らもそうですし分かってるんでね。で えー、そのですね話に深く、えー、入っていくとですね菅とデイビッド・アトキンソンの狙いはですねまあ、日本の中小企業潰しであり日本の中小企業の持っている技術ですね、えー、日本が誇っている技術をですねこれを、えー、外資、外国に売り払う売り飛ばそうとしている可能性があるんですね。で、えー、まあ 菅とデイビッドアトピ・アトキンソンがこういうことをやっているとであの三浦瑠リは菅と、えー、深く関係があるんですね成長戦略会議ってそういったところにおる人間ですのでで1、えー、つですね、えー、難しいなぁと思うんですがこれはちょっとまずいなぁっていう話なんですが日本がですね誇っている、えーまあ、大きな会社でまあ、皆さんもご存知だと思いますしまあ、僕もね、えー、まあ 名前というかは聞いたことがあって、まあ、詳細に関しては分かりませんが日本の大きい会社で NEC という会社ありますよね。えー、NEC が的にかけられてますね。日本の NEC という会社がですねどこかの、えー、外国企業に、えーまあ、売り払われそうになっている、まあ、狙われているという、えー、的にかけられている可能性が高いんですね。NEC という会社は日本の中でも有名な会社ですが。 宇宙技術の開発とかですね、まあ、軍事ということにおいて日本のトップに、えーまあ、いる会社なんですがおそらくここをですね、えーまあ、外資、まあ、国際金融資本かなと思うんですけど、まあ、宇宙の、えー、内容だったり、まあ、軍事ということなんで、えーまあ、国際金融資本の、まあ、人間がまあ狙っているあるいはですねそのまあ米の闇組織が狙っているのか分かりませんがそこら辺とですねこの、まあ、あの三浦瑠璃であったり、まあ、菅であったりデイビッド・アトキンソンであったりというのが多分裏側でつながっているので。 NEC を今度外交に売り払おうとしている可能性がありますそこにですね、えー、三浦瑠璃が関与しているのではないかっていうまああくまでも疑惑なんですがその可能性があります で日本のです、ねまあ、中小企業あるいは大企業ですが、まあ、東芝という会社にでもです、ね、え買収の話がえ、まあ、出ているというわけなんですよ。でこういうような形で,です、ね、日本の会社がどんどんどどどどんどんんどん外国にあの買収されそうになっているというこれが多分結構かなり良くないえもう本当に危ない現実なんですよね。 で、えー、その日本の会社を、えー、外国に売り払おうということに、えー、まあ裏側で力を、えー、まあ注いでいる、それに協力しているのがいわゆるこの売国度、えーまあ、日本の売国度、あるいは日本の売国政治家たちなんで、えー、まあ本当にあのこういう人間たちに気をつけないと、ですね日本の持っている会社が例えばどんどん、えー、外国に売り払われたりとか、まあ、日本の持っているその先ほどの土地とかですよね、土地、あるいはですね、えーまあ あの不動産、建物、そういったものを外国人に売られるっていう、もう本当にね、いよいよもって日本がどうなっていってしまうのかっていうことを思うんですよ、あとは、あの、まあ、これはちょっとあのリスナー様が、えー、まあ関心を持たれている人がいらっしゃるかなと思うんで、えー、まあ僕からですね、えー、まあ最後にお伝えさせていただこうかなと思うんですけど、まあこの 三浦瑠麗っていうのはあの、まあ可愛いっていうことを、まあ、言われていますよね、僕は別に正直、あのまあ、まあ、言葉悪いけど、別にそんなまあ、興味がないっていう感じなんですよ、もう全く違うことをちょっと思うんで、あそうなんですかっていう感じなんですが、あのこういうですね、まあ、三浦瑠璃をはじめとして、ですね、えー、この日本のテレ,ビテレビであったり、マスメディアであったり、そういったものに、こうまあ えー、と出てくる人、まあ、引き上げられる人、えーまあ、注目される人、まあ、目立つ人、まあ、言い方はそれぞれありますが、えー、明らかにこれっていうのは裏で何か違う力が働いています、可愛い,いからでは、えー、な,ないです、可愛い,いっていうのはおそらくですが、表にに出した時にあの見栄えがいいいいうことです可愛、えー、いい人間を表に出して、スピーカーの役割を果たすことによって、大衆に受けがいいんで、まあ、どちらかというと、そういう人間がいいということなのかもしれないんですが、全く別の力が動いています。 ななんだろうなと思ってて調べてみました必ずね、えー、こういう、えー、別の力が僕は動いてると思うんで実力で上がってるとそんな話じゃないんでね世の中っていうのはあのそういう意味では不公平であり不平等であると思ってるんで、うん、三浦瑠麗は、えー、何で、えー、引き上げてもらってるのかなとか何で有名になってるのかなと思って調べてみたらですね あの第三文明という創価学会の出版物に出ているということは分かっているんですね、この三浦瑠璃が、あとですね茂木、まあ、健一郎という、この人有名ですが、創価学会の信者です、えーこうまあ、いわゆるだから三浦瑠璃の、えーまあ、正体というか、えーまあ、考えというか、一つにあるのはです、ね、創価学会員の可能性が高いんですね、もちろんあのはっきりと、えー、どうとかというのは分かりませんが、この時点で確定したことがあります。 創価学会あるいは創価学会員というのはマスコミから重宝されます理由は非常に簡単です創価学会というものがです、ね、日本のマスコミの巨大スポンサーに入っているからです巨大スポンサーに入っているところの,、まあその一員である人間というのは当然プッシュされるのでそういったことから三浦瑠璃がテレビでプッシュされている可能性があると思います ああとはあのたまにあのリスナーさんを教えしていてあんまりこれっていうのがまあ、まあ、難しいのかまあ、よからの話なんで、えー、まあちょっと表現をやんわり言おうかと思うんですがまあ,あのこのこ創価学会っていう宗教もですね例えば嫌いな人がまあいると思うんですが僕も嫌いですけど、まあ、そうう好きとか嫌いとか、まあ、そういったものとはまた別なんですよ、そういう好き嫌いを話すそういうい場所ではないんでね。えー、まあ どういったポジションにこの宗教がいるのかなっていうことを考えるんですよ。で、えー、例えば 全く、えー、何もご存知でない場合は、ねうん、創価学会というのはまあ日本、まあ、世界でも、まあ、認められていますがカルト宗教だ,だろうという話なんですが、えー、ここにですね、えー、またいつもの話が関係してくるんですね日本とアメリカの関係に創価学会という宗教がかあの関係してくるんですねん何がどう、えー、関係してくるのかなという話なんですがこれっていうのも言葉が悪いですが一度この話を理解していただければ、えー、簡単です。全くく、えー、難しくない話です。 あの日本の支配構造ですに日本とアメリカというのはどういう関係かという話で,ですがえもちろんです、ね、対等ではありません完全にあのアメリカの支配を日本は受けているので。 戦争に、えー、勝った国と負けた国というのはその後のです、ね、末路が同じはずがないんですね。歴史を見れば非常にあの明らかなんですが、戦争に勝っているアメリカとです、ね、戦争に負けている日本というのは、アメリカが日本の創始国、えー、と言われておりまして、日本はアメリカの属国ということなんです戦後ずっとそうです。日本の、えー、上にはアメリカがいるんですね、うんで。例えばこういうことを全く知らずに、えー、話すんですが、当然ですが、アメリカ、あるいは、えー、アメリカ闇、えー、組織、CMA もそうですが。 そういう、えーまあ、支配構造をわからないように、えー、してるんですよあの、間接支配って言ってね。うん、あのあ明らかにわかると日本人が反対するんで、日本人がその例えばあの米の、えー、闇組織、アメリカ c マレ a に反対しないように分から,分かられないように。 巧妙に巧みにあのその間接支配をしているんですが、その際にです、ね、アメリカ c m a が使っている日本の支配構造というのがです、ね、まあ、日本人とそっくりの人ですね、顔とか肌が似ているそっくりの人、それがです、ね、この在日外国人と言われている、まあ、外国人ですが、まあ、日本人ではない人、在日外国人という人をですね言葉が悪いですが、利用しているんですね、手先に利用しているんです、アメリカ CMRA というのは、その間接支配構造を考えながら、そういうことをしているので、世界をそういった形で支配しているんでね。 あのまあ、そういう、まあ、支配構造なわけですよ、でこれっていうのがあの別に僕が勝手に突然思いついて言った話ではなく、まあ、あの一部の、ねまあ、知識人、本当に一部ですけど、の人たちが言う学校とかでは絶対こういうことを教えませんけど、あの本当にこれは大事な話だと思うんですが、在日支配システムとか、ね、あるいは在日支配構造っていう、日本の構造なんですよで、この時点でまだですね、こうなんていうのかな。 創価学会のつながりが見えないんですが、実はですねこれっていうのは分かっていることがありまして、創価学会という宗教を拡張したですね池田大作という人が在日外国人であるということをある人が調べたんですよ、うんで、ほとんどその可能性が高いと、あるいはですね創価学会というところの宗教の幹部にですね在日外国人が多いということもこれも言われているので、これというのはその在日支配システム、在日支配構造で、ですね、えー、米の闇であるアメリカ CMRA のその下の在日のグループに、在日外国人のグループ に総合学会という宗教が入っている可能性が高いんですね。で、あのまあ非常に悔しい話ですが、僕ら日本人というのは一番下にいます。日本国において全くもう本当にこういうことを知るとですね悲しいんですが、えー、まあアメリカ CMA あるいは国際金融資本というものが一番上におり、その下に在日外国人という別のあの種種の方がおり、その下に僕ら日本人がいるってそういうあの構造がですね暗黙で口にされないだけで、えー、まあ行われているんですよ。で、えー、まあつまりあの総合学会という宗教というのはこの日本人の上にあの 配置されてるんでですねで、えー、先ほどの日本のマスメディアっていうのもこれ同じです、電通とかもそうですが、えー、まあ、アメリカ CMA の移行、あるいはですね国際金融支の移行を受けてるので、ね、日本人の上にいます。あつまり、えー、総価学会関係者っていうのはテレビに、えー、重宝されるんですね、そこのグループにいるから。うん、こういうものがいわゆるまあ、目に見えない力っていうこと、えー、だと僕は理解しておりまして、この三浦瑠っという人は、 まあ皆さん思ってないかもしれないんですが、可愛いからね、えー、重宝されているわけではないですよ、あのこの先ほどの売国度、まあ、日本人では、えー、ある可能性が非常に高いんですが、えー、創価学会というこのの、えー、まあまあの在日の宗教、在日外国人の、えーまあ、この宗教のに深く関与しているということから、その日本の構造上ね、えー、上に引き上げられた可能性が、えー、考えられるのではないかっていうことを思うんですよね。うん、まあ この話っていうのは別にこの今回は、ね、その宗教の話をあの取り上げるつもりはそんとんないんですけどなこの三浦瑠璃っていう、えーまあ、人はですねこの人ってはだ売国道である可能性が非常に高いと、えーまあえー、外国、外資に忖度している可能性が高いんで、まあ、この人を例えば見て、ね、何か発言をするんだったら注意した方がいいっていうことですあの女性問題に関してはねまともなことを言ってるかもしれないんですが先ほど僕、リスナー様にお伝えしましたがこの,この手口っていうのはこの使用が巧妙なんでね 9割はまともなことを言ってる、9割は本当のことを言ってる、残りの1割が嘘なんですよ、嘘っていうか、残りの1割がえとんでもないことを言うんで,で、その残りの肝心な1割のことでとんでもないことを言ったり、やったりするっていうことが、これっていうのが非常にですね、まあ問題っていうか、えまあ、悩ましい問題になりますので、まあ、今回はですねえ、まあそのようなことをちょっと思ったので、お伝えさせていただきました。まあ、あのまあ、皆さんもこの、えー、朝まで生テレビとかに出ることがあるのかな、僕はそんなに見たことがないからわからないですけど、 あのちょっと別のコンテンツを調べているときに、この三浦瑠璃っていう人を調べる人が多くいらっしゃるみたいなんで、えーまあ、ちょっと僕なりに、えー、思うところなんで、えー、お話してみたので、何かを参考にしていただければと思います。えー、今回はここで終わりとさせていただきまままます最後までいいいいててたたただきましししありがとうございました失礼いたします。